おい、ユージは。聞こえなかったのか。ユージは。なんで全然反応がないんだ。よし、もっと近づいて声かけるか。ユージオくん。あ、やっと気づいたか。そんな耳のそばで呼ばれたら気づくに決まってるだろう。何するんだよ。だって全然声かけても気づかないからさ。あのね、いくらなんでももう少しマシな気づかせ方ってものがあるだろう。ごめんごめん、でも心配したぜ。何かあったのかよ。ずいぶんぼーっとしてるように見えたけど。そうかな。ちょっと考え事してたからさ。考え事してたからか。最近ユージはこういうこと多いんだよな。数日前、魔獣討伐以来達成後の帰り道。キリト先輩、ユージオ先輩、この辺りで一度休憩を入れませんか。そうだね、ちょうど腹も減ってきたし、町までまだ距離がある。そうしようか。私たち、お弁当作ってきたんです。おはは、それはありがたい。なあユージオ、休憩しようぜ。ユージオ、あの、ユージオ先輩。ごめん、もう一度言ってもらえるかな。今から休憩しようって話になったんだよ。町まで距離あるからさ。そうだったの。分かったよ、じゃあそうしよう。それじゃあ僕が地元の人に報告してくるよ。みんな待っていてね。ああ、よろしく。あのさ、二人にちょっと話があるんだけど。なんですか。最近の遊女って変じゃないか。変というか、たまにどこかを向いて呆然としておられますね。あ、そうか、やっぱり相場好きのティーゼが言うなら間違いはないよな。私も街でユージオ先輩にご挨拶した時、ご返答がなかったことが数度あります。そうか、かなり重症だな。どこかを向いて呆然としているなんて一体どうしたんだろう。私もずっと先輩と一緒にいるわけではないんですけど、そうですね、何度か見た感じだと先輩は北の方角を見ておられるような気がしました。北？ああ、そういえばさっきも北を向いていたような気がするな。ユージオ先輩、一体どうしちゃったんでしょう。あの、なんだロニー、それって海峡症ではないでしょうか。海峡症？そうかも。だって北にあるルーリットの村が先輩の故郷だもんね。故郷？あの、海峡症はつまり故郷を懐かしがって寂しくなったりする気持ちのことなんです。はい、私たちも学院に入って数週間経った頃は家族のいる実家が懐かしくてしょうがなかったので。でも同室のみんなも同じ状態になってて、そういう状態のことを海峡症って呼ぶと知ったんです。なるほどな、海峡症か。つまりリアルワールドの言葉で言うところのホームシック。確かにユージオがそういったものに陥る可能性は大いにあり得る。ユージオは故郷から2年近く離れて暮らしたのだから。キリト、どうしたの。まずい、俺までぼーっとしてしまった。ああごめん、今度は俺が考え事をしてたんだ。そういえばユージオ、さっきも北を向いていたよな。やっぱりルーリットの村が懐かしいのかもな。本当に海峡症なのだとしたら対処法はただ一つだ。ユージオ、ルーリットの村に行くぞ。え、どうしたの唐突に。
いや、なんか急に里帰りがしたくなったんだよ。あ、俺の里じゃなくてユージオの里だけど。なおさらよくわからないよ。セルカの身に何かあったとかそういうことかい？いや、セルカからそういう話は聞いてないよ。今回はただ田舎の新鮮な空気を吸いたいみたいな感じかな。なんか変だね。変じゃないぞ。よし、ユージオ君、早速だが里帰りの支度をしたまえ。支度といっても長いはできないよ。対策本部からいつ討伐要請が来るかわからないだろう。ああ、わかってるよ。あれ、故郷に帰れるのにあまり嬉しそうでもない。まあ、照れ隠しかもしれないし、とりあえず行ってみよう。この森を抜ければルーリットの村だ。意外と早く着きそうだよな。ユージをまた黙ってる。故郷に帰ってきたっていうのに。あ、川だ。どうしてだろう。少し懐かしい、この川。ルーリットの村にいた頃に来たっけ。まるで誰かと一緒に遊んだような。ユージを、少し歩き疲れたし、村に着くまでにちょっと休まないか。まあいいよ、そうしようか。ああ、やっぱり川の水うまいな。たくさん歩いたからか喉が渇いたよね。なあユージオ、村に着いたら久しぶりに実家に顔出してみたらどうだ。こないだルーリットの村に行った時も結局顔出さずじまいだったじゃないか。僕が帰ってきても喜ぶ人はうちにいないよ。英氏として給金を実家に送っているならまだしも、僕は自分の夢を叶えるために剣士の道を選んだ。つまり家族じゃなくて自分の人生を選んだんだ。稼ぎ手にもなれなかった僕を恨むことはあっても歓迎することなんてないさ。本当にそうかな。案外話してみたら雪解けになる場合だってあるぜ。アスナもお母さんと少し距離があってうまくいってない時があったんだけどさ、本音で話してみたらちゃんとお互いのことを分かり合えたみたいなんだ。アスナにそんなことがあったんだね。なんだか意外だな。でも僕はまだ話さない方がいい気がする。兄さんたちも僕に対してはいろいろ思うところがありそうだから。ああ、そっか。じゃあ今はまだやめといた方がいいな。悪い、勝手なこと言ったよ。ううん、大丈夫だよ。それに僕のことを心配してくれたんだよね。ああ、ちょっとな。どうして実家に顔を出さないんだろうって思ったから。もう数年ぐらい経ったらみんなと話してみるよ。そうできたらいいなって思う。ああ、そうだな。なんだか喉が渇いちゃった。僕も水を飲もうかな。ね、ああ。ユージは家族については複雑な思いを持っているんだ。俺ちょっと軽率なこと言っちゃったかな。里帰りって言えば家族に会うのが定番だと思ってたけど違ったな。ユージオにとっての故郷は家族ではないんだ。それじゃあ一体ユージオは何を故郷だと思っているんだろう。また村の方向を見つめて黙っている。まったく一体何を考えてるんだよ。こんな川ギリギリに立ってぼーっとしてるなんていたずらされても知らないぞ。よし、後ろからそっと近づいて背中を押してちょっとだけユージを驚かせてやる。えいっ、ん、どうしたのキリト。なんでこのタイミングで振り返るんだよ。押しかけた手がもう止まらない。ドアはなんで押すの。いや、お前こそ服つかむな。あ、足踏み外すから。だってそうしないと僕が落ちる。もう体の中心がおかしく。離せ。猫。
おい、なんでいきなり押したんだよ。びっくりさせようと思っただけだ。断じて脅す気はなかった。意外と勢いづいちゃったけど。へえ、意外と勢いづいた？君は自分の力の加減もできないのかい？あれは完全に僕を落とす気だったとしか考えられない強さだったよ。友情だって俺の服全力で引っ張っただろう。あれがなきゃバランス、じゃなくて体の均衡崩して落ちてない。あれこそ俺を道連れにする気満々の強さだったぞ。ほらこの服見てみろ、布がめちゃくちゃ伸びてる。そんな証拠を持ち出してくるなんて卑怯だぞ。第一川に落とされそうになったのに何かをとっさに掴もうとしない人間がいるかい？明らかにこれは君が悪いよ、キリト。反論できない。確かに仕掛けたのは悪かった。ごめん。まったく、君はいつもいたずらっ子だけど今日はちょっとやりすぎだよ。ねえ、何かあったの？それはこっちのセリフだ、ユージよ。え？最近ずっと人の呼びかけにも気づかず、北を見てひたすらぼーっとして、怪奇症にかかったのかもしれないって思って、正直めちゃくちゃ心配だったんだぞ。ごめん。ちょっと聞いてもいいかい？怪奇症って何かな？は？いや、故郷が懐かしくなって憂鬱な気分になる症状みたいなものだけど。そういう症状にかかったことはないかな。村を懐かしいとは思っても帰りたいって思うことはそんなにないし、さっきも言ったけど実家に帰ったって居場所があるわけじゃないからね。じゃあなんで北を見つめてたんだよ。わかった、教えるよ。僕が何を見つめようとしていたのか、自分だけの秘密にしようと思っていたけど、あまりに君を心配させちゃったから。ギガスシダーがあった場所か。ああそうだよ、僕が目を凝らして見ようとしたのはギガスシダーの木だったんだ。でももうここにはギガスシダーはないじゃないか。わかってるよ、正確に言えば切り倒されたギガスシダーの跡地を見つめようとしたんだ。切り倒された跡地を？ああ、君と出会って剣を学び、ギガスシダーを切り倒したのが僕の旅の始まりだった。ギガスシダーのない光景を見るとアリスを取り戻すために旅立つと決めた時の覚悟を思い出せる。だから僕は時々遠くからでも切り倒された後のギガスシダーを探して自分を戒めているんだ。戒め？うん、必ず僕はアリスを取り戻してみせる。何があろうとその思いを忘れないようにね。なるほど、つまり怪奇症じゃなくて友情は自分を戒めていたってことか。ああ、僕はアリスを諦めない、いつか。もう何やってるんだよ。だって水に濡れたまま歩いてたんだぜ。寒気が。本当君はしょうがないな。なあ、セルカの作ってくれたあったかいシチューが食べたい。これって怪奇症かな。それはただの食い意地だよ。君も僕と一緒で怪奇症にはかかっていなさそうだね。そうか。でもさ、友情は本当に故郷が懐かしくて寂しくなったりしないのか？キリト、僕は君と一緒にいる限り寂しい思いをすることなんてないさ。あ？それはね、僕にとっての故郷はキリト、君がいる場所なんだ。